皆さんこんにちは。えー、カバ流2段階でご託攻略アカデミー労働基準法です。えー、解説いたします、えー。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。えー、レックセン人講師のカバ島です。はい、えー。それではですね、カバ島道場ご託アカデミーのー労働基準法ですね。えー、まあこれ。 あの一応解説編なので、はい、まあ,あのこれを見ていただいているということは、まあ多分あの問題を解いていただいているのかなと思います。で、あ、やばいまだ解いてないと思った方は、あちょっとあ,あの安心して聞いていただきたいんですけど、えー、一応ね二部構成になっております。はい、えー、まあスタートおーまずレベル優しめのですね十、えー、問というのがあって、で後半はですねやや難しめのお問題十問というふうに分かれています。で、まだ今の段階ではあまだ解いてないという方は、最初のこのレベル優しめの十問だけ、えー、解いていただければ。 で時間をねできればご自身で測って頂い,いて25分でね 25分で10問解いてこの解説動画を聞いて頂ければというふうに思いますじゃあ始めましょうみたいな感じになりますけどこの解説に関してはこの10問の解説は分で解説をいたしますそこで一つブレイクが挟まってそして残る10問また25分で解いていただきそして私は45分で解説するとトータル70分70分ということでここで150分で完結するという感じになりますはい えー、さあそれではあ早速ね、えー、まずレベル優しめのお10問ですね前半10問の解説をしていきましょうはいよろしくお願いします、えー、まずはあ問1ですはい、えー、労働基準法総則に関する問題正しいものはどれということで正しいものはい、e、いでした正解できましたでしょうかはい じゃあその、e、を見ていきます使用者とは、はい、事業主または事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について事業主のために行為をするすべてのものを言うと。 はいといととうことでそうその通り、丸、これはもう労働基準法第10条そのものをですね、はい、えー、ということ、まあレベル的にはやっぱりこれは優しいと見るべきですかね、はい、えー、それ以外、ABC で誤りの箇所を指摘していきましょう、はい、えー、労働条件は労働者が人、あごめんなさい、A, A ですね。 労働者が人たるに値する生活を営むための質を満たすべきものでなければならないがこの労働条件とは労働者の職場における一切の待遇をい、e、い雇い入れや採用も含まれるさ最後誤りです。まり B に参りましょう 法三条ではと、はい、これ法三条ではない何と規定しているつまりここれ条文の表現ととと違えばもう罰という罰いになります、えー、そうなるとねこの問題は誤り国籍信条社会的身分を理由としてそのなと賃金について差別的取り扱いをしてはならないと規定しているんではなくてこれだとあの賃金、えー、についてのみっていう感じになってしまいますよね。 はいえー、これで「丸ってしちゃうと賃金以外はじゃあ差別禁止じゃないのかというふうに読めてしまうので、えー、誤りとということです、えー、解説冊子のところ、ねえー、皆さん、えー、解説 B のところね賃金労働時間その他の労働条件についてっていうね、えー、下りがありますよね。はい、えー、ということですからあ問題を「丸とするわけにはいかないということです。 ちなみに賃金について差別禁止規定を謳たっているのは第4条男女同一の賃金ですね男女同一賃金の原則第4条ならば賃金についてで第3条だったら賃金労働時間その他の労働条件というふうに範囲が広いんだということ3条と4条の違いを私は聞いたんですはい、えー、そんな感じです。えー、次、えー C 者は、はいえー、暴行、脅迫、監禁、その他、精神また身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者のお意思に反して労働を強制してはならないと、はい、ここまで OK ですね、その後おはいこれ、えー、今、1行目に出てきたですね不当に拘束する手段、えー、の不当おとはなんぞやと。 はい、えー、ということで、これは別にあの法に抵触する手段だったら、法に抵触する、抵触、ごめんなさい、抵触する手段、えー。でなければ、不当にとならないのかって言ったら、そんなことないですよね。えー、ということ。はい、えー、法に違反していなくてもですね、不当にと解釈されることはあり得るんです。はい、っていうのが通達の解釈ですから、これ、えー、c は罰と言わざるを得ません。はい、えー、法に抵触していなくても、不当にと判断される場合はあるからです。 さあ次、D です、えー。インターンシップ中の学生は一様に法で定める労働者であると。はい。えー、どうでしょうか。インターンシップ中の学生。まあ確かに学生ではありますけども、インターンシップ中ですから、えーね、業務に従事しているような感じではありますよね。はい。えー、ならば労働者なのかと、えー。この問題はやっぱり罰と言わざるを得ないですね。はい。一様にって言われたら、もうなんか例外がないみたいな。あ原則的にもう労働者、ああ、まあ、うーん、例外がないとは言わないか。 でもまあこれだけでこれで丸ってしちゃうとこれインターンシップ中の学生は、まあ、まず原則的に労働者であるみたいな基本的に労働者であるみたいな感じになっちゃいますよね、えー、そうではないんです通達はこう言っていて、はいえー、解説のところ、はいえー、まずですね学生インターンシップ中の学生に関してはその実習が見学や体験的なものである、はい、で産業名使用従属関係が認められないんだったら はいえー、労働者に該当しない一方でみたいな感じだから原則論はどっちだって言われれば、まあ、どっちかというと前半なのかなという感じです。 はい、だからま,あまず原則論的には使用従属関係まあない、えー、とする、まあ、インターンシップ中ですからね。はいえー、というふうにまず考えるならば労働者ではないでもでもねと後半ですね直接生産活動に従事するとか、えー、利益効果があー事業上に帰属するで決定的な表現、えー、使用従属関係が認められるんだったらもうこれ、えー、労働者に該当するっていう話。 はい、だから要するにケースバイケースなわけですよね労働者に該当しないという前半の見解もあれば後半の見解もあるっていう話だから問題文のように一様に労働者であるっていうのは罰と言わざるを得ないよね。はい、ということで、えー、問1は「いい」が正解です。まあ、でも冒頭申し上げたように「いい」だけ読んでもお自信を持って丸とできるようにしたいですね。はい、さあ以上問問問ででしししたさあ次に行きましょう誤、えー、誤り探しの問題で、えー、誤り探の題は えーえー、B ですかね、はい、誤りは B 見つけられましたでしょうか、はいえー、賃金や退職手当は労働条件の明示規定における絶対的明示事項に該当するルかツかという問題ですよこれ、はい、賃金はそう絶対的明示事項だけど退職手当は、はい、絶対的明示事項じゃないですね、えー、ということ、はい、退職手当は相対的明示事項です、はいえー、ということですからこの問題ツです、はいえー、そういう話です あの絶対的明示事項に該当すれば書面の交付による明示が必要だっていう最後のね、えー、下りはあってますはい。だからこそこの退職手当は絶対的明示事項じゃないよねってその論点に気づけないともったいない、えー、そんな感じです ちなみにですね、えー、まあまあだからあれですね絶対的名次項じゃなくて退職手当の場合は相対的名事項ですから、えー、もし退職金退職手当がないっていうんだったらわざわざ明示しなくてもいいそれが相対的名事項ですでももし退職手当という制度があるのであればひとたびねひとたびあるということなのであればはい解説のところ B のところねはい、えーはい、退職手当は、えー、の定めがある場合にはと。 えー、定めがあるんだったら、はいえー、退職手当の定めが適用される労働者の範囲ですとかあ、えー、退職手当の決定計算支払いの方法とかね支払いの時期に関することなんかを労働者に明示する義務がありますよと、はい、えー、と。いうこと。あのー、退職手当が規定として存在しないのであれば何も書く必要はあの明示する必要はないけども、はいえー、でもお、ね、そのルールとして退職手当があるんだったらきっちりとお明示してくださいねっていう話。 はい、えー、それがそ,それはもう相対的明示事項以外の何者でもないよねはいそんな感じですということで B が誤りでしたさあそ,れ以外が、まあそれ以外は正しいということで、えーまあ、一応ここでは基本は飛ばそうかなと思いますけどまあ1個だけ A だけ取り上げましょうはい、えー、A これその通り丸ですこれ、えー、労働基準法第14条第2項条文そのまんまの表現ですはいということでこれその通り丸 はいえー、スタート厚生労働大臣はということでうんぬんかんぬんはい。えー ね、あの2行目、使用者との間に紛争が生ずることを未然に防止するため、えー、使用者が講ずべき労働契約の期間の満了に関する通知とかねその基準を定めることができると、まあ、大体この基準を定めるのは大臣ですよね。はいということで、まあこれその通り条文そのままなんだけどもはいじゃあ、この例えば基準って例えば何の話かということで解説のところですね解説の A のところですね。 はい参考ということで雇い止めの予告これ過去の試験でもよく試験出てあの出題されていますけどもはい、えー、これはの雇い止めに関する基準ですよはい、えー、だから例えばこういうようなものをちょっと思い出していただきたかったはい、えー、これほら契約を3回以上更新しまたはあ雇い入れから1年を超えて継続勤務している場合にですね雇い止めをすると。 えー、つまり契約更新しない、えー、ことと使用する場合には、えー、解雇の予告に準じて30日前までに予告しなきゃいけないっていう,う規定ありましたよねこれまさに今回の問題でいうところの大臣が定める基準ですよね、えー、いわゆるあの雇い止めのお予告うというのもこの基準のおで定めている話なんです。はいということ。 さあ問いには以上で終了です。これね過去のこの14条2項という条文の形ではまだ出題されてないんですけどもこれ十分ね私選択式もありえると思ってますので、えーまあ、例えばスタート大臣空欄されたら取りたいですよね基準を作ってるのは大臣です。はいさあ以上終了、えー、次に行きます問いの3はい問いの3誤りはどうれということではい誤りは、えー、でですかね はい誤りででといいう問題で気づきましたは勝、いえー、者は労使協定の締結により各種社会保険料を賃金から控除することができるとはい回るってちょっとしたくなりますけどもいや待て待て労使協定っていりましたっけっていう話なんです。 はい、えー、給料からまあ、何でもかんでも引いちゃダメですよね。えー、給料からあのまあそれ何でもかんでも引いちゃダメというのは何でかっていうとあの賃金支払い5原則があるからです。全額払いの原則っていうものがありますもんね。はい、賃金からいろいろこう差引いちゃダメということ。でも税金とか保険料ってオッケーですよね。はい、えー、それ労使協定いらないですよね。税金とか保険料を給料から引いていいのは法律に根拠規定があるからです。 はいということで解説にもそういうふうに書いたんですが、えー、はい解説例のところですね、はいえー、社会保険料賃金から控除できるのはあ該当の法令に厳選控除規定があるからです例えば健康保険、えー、の保険料だったら健康保険法のしかるべき条文に規定があるからですよね。 はい、前,月の前月の標準報酬月額にかかる、ね、保険料を給料から控除できると、はいえー、っていうくだりがあるからあー給料から引けるわけです別に労使協定は必要じゃないですよ、はい、ということですから今回の問題は誤りということです、はいえー、税金保険料のいわゆる源泉控除はあ各法律に、えー、根拠の規定があるんですということ それとは別に、ね、例えばあの、まあ、チェックオフだとか、えーね、そのほらあの家賃の,、ね、その社宅のです、ね、賃料労働者負担分を給料から引くとかね、そういう場合には労使協定が必要なんですよ。 あの例えばの会社の中の、えーね、社員旅行の積立金だとかね、はいえー、そういったものに関してはあ、ねえー、労使協定が必要なんです、はい、だからこれこの問題その労使協定という言葉ここにやっぱりちょっと引っかからないとあれって思わないと手する短いからねこれなんかその通り回るみたいな感じにしちゃいそうな問題ではないのかなと思って作ってみました引っかからなかったですか、はい、ということでこれ保険料の控除ですからこれ労使協定はいらないという話です。 法律に根拠規定があります。はい、えー、という問題でした。まあ、決してあのレベル的にはあのまあ、ちょっと気づかなかったって思うかもしれませんが、レベル的には、えー、そんなに難しい話ではない、えー。論点として認識して気づけるかどうかの話です。はい。さあ,あではそれ以外のところですけど、B。 C をちょっとさらっと、はい、まず B 即時解雇の意思表示をした後行政官庁による解雇予告除外認定を受けた場合における解雇の効力、はい、A は使用者が即時解雇の意思表示をした日にその効力は発生するそうその通りです、えー、これってほらあの、えー、と1行目にもありますけども、えー、労働基準監督署長による解雇予告除外認定 監督署長の認定って必要だけどこれ認定があった日に効力が生ずるわけじゃないからねということ即時解雇の意思表示をした日にあくまでも効力は生ずるんだって話ですはいこれ過去の試験で何度も問われているので、えー、十分気をつけましょうはいもう一回言いますけども監督署長が認定をした日に効力が発生するわけではないのではい今回の問題はこれで丸なんですはいえー次 C、も見ちゃいいましょうはいえー C、法56条の最低年齢の規定、えー、いわゆる児童は雇ってはならないという話ですね、えー、に違反する無効な労働契約のもとに就労している児童についてはと、えー、解雇の予告による違法状態の継続を認めない建前から商社、えー、は当該児童に対し解雇予告手当を支払って即時に解雇しなければならないそうその通り丸まです。 これ,言い,換えれ言い方を変えればですね、えー、要はあのー、ねこう30日前に解雇の予告をするじゃダメなのかそれじゃ、ね、ダメなんですよ、えー、30日前に予告するってことあと30日間は働いてねって言ってるのと同じです、はい、ダメなんですよだって児童って雇っちゃね、えー、あと30日間はその児童を働かせていいっていうのを法律が認めるわけないよねっていう話それが2行目で言ってる違法状態の継続を認めない建前というのはそういうことです。 はい、ですから、あまあ、いわゆる解雇予告の規定第20条の話ですけどももうこのこのケースで残された選択肢は、まあ、い要は選択肢はもう1個しかないとお選択の余地がないと、はい、即時解雇、おね、解雇手当,手当を払って即刻解雇しかありえない、えー、ということです、えー、これはの通達の表現ですけども例えばこれ、違法状態の継続を認めないとかねこの辺の言葉が例えば空欄にされる可能性も私、あると思うんですよね。 はいまあ、過去おこれ複数回択一で出てますから選択式も十分考えて押さ、えー、えなければいけないと思いますはい、えー OK、でしょうか例えばこっちかもしれませんね解雇予告手当てを支払って即時に解雇みたいなこっちが空欄にされるかもしれませんここで間違ってもあの少なくとも30日前に予告とかっていうのを選んだらアウトです、はい、みたいなね、はいえー、っていうのをちょっと注意していただきたいと思いますさあ問い3は終了次問い4 はい、えー、問いの4。正しいものの組み合わせ、えー、ですね。はい。正しいものの組み合わせ、あと、いが正しいと。はい。えー、ということで、答えはあ、そうなると、A ですね。はい。まあ、ちょっと、あの、あまり細かい解説はしないけど、あは、まあ、いわゆる手空き時間の話ですから、これは労働時間とはなりません。手待ち時間はね、労働時間になりますけど。はい。さあ、それで、えー、 「はい」えー、はもうこれ、えー、判例の表現そのままかな、はいえー、労働時間に関するう判例といえばあの三菱重工業長崎造船所事件ですけどお使用者の指揮命令下という言葉が一つキーワード、はい、で形式主義ではないよね、えー、つまり労働協約就業規則のい、ね、定めの違んによって決定されるべきものではなくて、えー、実態で決まるんだとお労働時間はね使用者の指揮命令下にあるのかないのか実態で判断せよということで「今はその通りり「る うさあそのほか、えーま「うが誤りまず「う」ですけど「はい、えー、うわ」はいこれ最後のところかっこねこれまあいわゆる44時間特例の話に見えるんですけどもそう特例なのは44時間週の労働時間だけで1日は10時間じゃないよね8時間ですはいですからツえ」はどうでしょう「おえーは」ははいフレックスこれ昨年の改正論点ですねだし確か去年取材されてますよね はいえーまあ、改正されるまでは前はですね、えー、フレックス採用した場合の時間外労働じゃないや失礼割増賃金が必要なのは総枠を超えた時間のみその概念のみでしたけども去年の改正で、えー、生産期間の途中であってもおつまり、えー、全体が、ね、終わってなくてもですね割増賃金を払う必要性が出る可能性が出てきましたよね去年の改正でねはいですから誤りということです。 えー、それどういうことかというと、はい、解説のところ。 解説問用の、A、のところですね、はいえー、昨年の改正で生産期間、えー、1か月ごとに区分した各期間平均これはの生産期間1か月を超えるようなケースですけどね、はいえー、その場合平均して1週間あたり50時間を超えて労働させた時間、えー、50時間を超えた、ね、部分については時間外労働となるわけだから生産期間これ終わらなくても生産期間の途中であっても割増賃金が必要になると。 要は途中で生産が必要な可能性が去年の改正によって出てきたということ、はい、これはあの去年の段階で択一で出題されていた論点です、はい、さあもう一つ「お」ですね「えー、おは」ははいどうでしょう「お、えー、はい」これ最後が誤りですねどのような場合においても対象期間における各労働日ごとの労働時間をあらかじめ特定しておく必要はないというところが誤りです 1、はいえー、一年変形性の話ですけども1年変形性だって対象期間における労働日よび労働日ごとの労働時間というのは具体的に決めなきゃいけないんです、はいえー、ということですから「あお」は「あまり」答えは「あとい」A が正解でしたさあ次にまいりましょうお問いの5「ご」ですねはい、えー、これも組み合わせのお問題、えー、正しいものは「あとお」おでしたはい「あとおお」つまり答えは「B」 まあ、一応、さらっと全部、はい、あ所定の要件を満たせば、派遣労働者を派遣先において専門業務型労働裁量労働制のもとで労働させることがそうできますね。はいえー、これがの企画業務型の方だとできないんですよね。そもそも専門業、えー、企画業務型裁量労働制のもとだと働かせることできないんです。さあい E はどうでしょう、えー、休憩時間というのは、一続きで与えなければいけないものではないですね。はいえー、ということ。 まあ解説にも載せたんですけども、はい、解説「い,い」のところですね、はいえー、例えば所定労働時間7時間の場合で2時間延長する場合、まあ、当初が7時間だったから、まあ、45分休憩を与えてたとで2時間延長するとトータルが9時間8時間を超えるわけだから、えー、少なくとも1時間必要だよねもともと与えていた45分プラス15分でこれで足して1時間になるよねこれでもいいんですよっていう話。 よって分割して休憩を与えることも可能だとこれ実際やってる会社は多いですよね、えー、ということあれは別に法律違反しているわけではないんですはいということ、えー、さあ次「派遣労働者について一斉付与の除外にかかる労使協定を締結する義務を負うのは派遣元」ねっこれ大体労使協定って派遣元なんですけどもここに関してはですね派遣先です休憩の一斉付与の適用除外、えー、これは派遣先なんですね結ばなきゃいけないの。 はいさあ次え,ー、え適正に休日の振り替えが行われた場合に、えー、法37条の割増賃金の支払い義務が使用者に課されることはないこれこれで「丸ってしャド絶対ないっていう話になってしまいますねいや絶対ではないよね、えー、休日の振り替えが行われた場合に、えー、割増賃金いらないそれ休日労働の割増賃金ですよね はいでも、振り返した結果あね労働時間が過密になる週が出てきて、えー、ねそれ、えー、時間外労働の割増賃金いる可能性はあるよね。はいということ、週をまたいだ、えー、休日の振り替えが行われた場合には当然、割増賃金時間外労働の割増賃金に課される可能性があるからあるから、えー、だから、A はツだということです。はいさあ,あラストお 商社、えー、は労働者に対し毎週少なくとも1回の休日を与えなければならないそうですね、えー、なんだけどはい、えー、例外がこれ、えー、変形休日制ですいわゆる4週4日あ以上の休日を与えるという場合にはこの限りではないそうその通りり丸です、はい、さあ以上問い5でした次まいりましょう問いの6はい問いの6ですテーマが割増賃金はい えー、正しいものはどれということで、はいえー、正しいものはい、e、いでした。どうでしょう正解できましたでしょうかはい、えー。じゃあ、いい、e、以外をですね、えー、まあ、いい以外というか、順番に見ていきましょうか。はいえー、まず、A から。 商社、えー、の明白な超過勤務の指示がなければ時間外労働とはならないため割増賃金の支払いも不要である、まあ、確かに超過勤務の指示というのはまあ明確に出されることが多いでしょうでもそれだけでもないはずです。はいいわゆるる目次の指示とうことがあり得る はいえーね、上司はあの時間外労働残業なんてせよなんて一言も言ってなくてももうそれどう考えても残業しないと無理だよねというふうに労働者が感じて、まあ、事実、ね、その通りということなのであればですねそれは明確な指示を出してなくてもいわゆる黙示の指示をしたことにはなるそれが通達の考え方なんですはいですから当然その場合時間外労働になるし割増賃金だって必要ですよ、ね、ということで A は、えー、×B はどうでしょう えー、B, E ははい、えー、これ。 うーんまあ、要するに休日労働の話ですね、えー、法定休日の前日の勤務が延長されて法定休日に及ぶって言ってます、えー、で、まあ、休日というのは歴史で考えますから、はい、0時から12時まで、まあ、1行目のおここを引っ張って、はい、だからあ3行目、えー、0時から12時までの時間帯に労働した部分がそう休日労働の割増賃金の対象となるもうここまでだったら丸なんだけど最後お書きが余計ですねこの場合深夜業の割増賃金の対象にならないありえるでしょう はい休日労働プラス深夜労働の割増ってあるよねということで対象にならないではない、えー、休日労労働働プラス深夜労働はあるとということですその場合には最低3割5分プラス2割5分で6割っていう話でしょう。はいさあ次 C えー、これがちょっっと難しかったかたな、はいえー、C、通勤手当は割増賃金の基礎となる賃金から除外して差し支えない、その通りです。えー、まずここまで OK でね、家族手当とか通勤手当とか、ね、別居手当、えー、市場教育手当、全部で7つ、はいえー、割増賃金のベースから外せるよね。はい、なんだけど、はい、そのとですね、えー、この通勤手当は、はい、原則として実際距離に応じて算定する、これも丸ですね。 はいでその後しかしと」と、えー、一定額までは距離にかかわらず一律に支給する場合には、えー、その一律に支給するその一定額部分を含めた通勤手当の全額を割増賃金のベースに参入しなければならない。って書いてありますけどもちょっとまあ読みづらいかったかもしれませんがこれって。 で要するに一定額までは距離によらなくて一律に支給するでも一定額を超えると通勤距離のね実際の距離に応じて算定する。うーってことは、まあ、その途中からね途中の金額からは距離に応じた部分ですよね。でもそのい,いわゆる一律で支給しちゃってるその部分その部分は通勤手当にならないわけですよ。 はい、えー、ということだからその一定額まではのその一定額部分だけですよね一定額部分だけは割増賃金の基礎に入れなきゃいけないだからこの問題にあるように通勤手当の全部を割増賃金のベースに入れなきゃいけないわけじゃないでしょう全部って書いてあるから罰ですよ、ね、一定額も含めて全部基礎に入れなきゃいけないというのは誤りだよねということですはいさて、えー、ということで C が誤り C は誤り、はい、このでも C をジャッジできたかどうかって結構ねまあただ最後まで読んだ時にやっぱり E を丸としたいけどねはい <laughs>、えー、そういう感じですけどさあ D はどうでしょうはい DD、えー、もなかなか見つけられなかったかなはい えー、はいどうでしょう継続勤務が2歴日にわたる場合当該勤務は始業時刻の属する日の労働として1日の労働とされるこれその通りですねでその後時間外労働が引き続いて翌日の所定労働時間に及んだ場合はいいつまで割増賃金必要はい翌日の所定労働時間の終わりですか違いますよね始まるまででしょうはい、えー、翌日の所定労働時間のスタート式までっていうのが正解です はいえー、終わりまでではありません、えー、ということ、えー、ですから「で」えー、は誤りと、はい、だこれ知っててもですねこの「周期」という言葉ね、えー、ここで気づかないといけないので「で」もちょっときつかったかなちょっと自分で作っといてなんですけどこの問題 <laughs>、はいえー、ということです。C とか「で」とかっていうのはだからややこの話を知ってたとしても注意深く読まないと間違っちゃう可能性のある、まあ、なかなかこういうタイプの問題がきついですかね。 でもねこう最後「E」を読んだ時にあこれは丸だなって思ってほしいですね、えー、例えば所定労働時間が7時間である事業所で1時間残業を行った場合使用者はその1時間について割増賃金の支払いはいらないよねだって7時間プラス1時間ってことは8時間ぴったり8時間ですからえー、ね法定労働時間を超えてないから割増賃金いらない、えー、ただはいその1時間分については通常の労働時間の賃金はいるよねって当たり前ですだからこれ E を読んだ時に辞書を持って丸と だからそれまで,で例えば C とか D とか丸だと思ってた方は E を読んだ時にあれって思ってほしいわけですよ。えー、これどう考えても E は丸だなとじゃあ C、D はどっかが×なんだろうと、はいまあ、ちょっと時間かかっちゃうかもしれませんけどねだからこれを時間かかって見つからないっていうことに、えーね、な,なっちゃうとちょっとあれなんで、まあ、あのその場合にはある程度絞って、えー、メモを残しておいて次の問題いくとかね。で落ち着いて戻ってきて、えー、ああこれ C も×だと D も×だと。 はいえーまあ、それでも時間がなかったらもう「E」の丸には自信を持つとかね例えばね、まあ、そんな感じしかないんですよ、はい、実際のところは、はいえー、そんな感じですやっぱりね時間に追われて焦ってるとですねなかなかね一文字の違いって見つからないんですよね意外とね、はいえー、ということだからとにかく落ち着いて読むそういう環境とメンタルを作るんです、はい、そういうのはねもうなかなか一朝一夕ではできません、はい、さあ,あいきますよはい問いの7テーマが年中休暇か えー、誤り探しの問題誤りは「で」えー、でしたじゃあその「例を見ていきます、えー、で使用者は、はい、10労働日以上の年収休,休暇が付与される労働者に対し、えー、年収休暇日数の5日については、えー、労働者の時期指定や計画的付与により取得された年収休暇日数分とは別に労働,者労働日から1年以内の期間に、はい、最後労働者ごとにその時期を定めることにより与えなければならないでこれ主語は使用者は。 使用者が要するに時期指定の付与をしなきゃいけないというね、えー、この使用者の義務規定これ昨年の改正論点、えー、昨年できたこれ話ですよね。なんだけど確かにこれ、あのー、対象はね1行目 10, 10日ね10労働日以上の年中休暇が付与される労働者です、はいえー、ではあるし、えー、そこら辺も間違ってはいないんだけどでしかも2行目のね5日についてはもうここもいいんだけどもはいその 真ん中ですよねこの文章ねはい、えー、労働者の時期指定ですとか計画的扶養によるより取得された年中救急患の日数分とは別にって表現ここ×ですよはいえー、ということだってこれで丸ってしちゃうと例えば労働者が時期指定で、えーね、5日間 えー、年中休暇を取れてるのに、えー、残りのね5日じゃ例えば10日間しかもらってない人がですよ、はいえー、5日間磁気指定して、えー、残る5日間はもう会社が自由に決めちゃってみたいな、えー、そうなると本人がね、えー、休みたくても自分でもうあの自分で決められる日がないってことになっちゃうじゃないですか。 はいえー、いそもそもですけどもそもそも自分でしっかり時期指定して、えーでね、あのお休みをもらえてるような会社からしたらそもそもこの時期指定付与の義務この制度自体がもうそもそも余計だよねみたいな話なんです。はい、ということで、はい、じゃちょっと解説の表現を変りましょう。えー、解説 のところはい、えー、こういう表現ね。はい労働者からの時期指定があった場合また計画的負荷があった場合はその日数分は使用者による時期指定をしなくてもよいと。はい、えー、ということ。だからその5日分はそのね、えー、ましてやその。 えー、なんだあ時期指定とか計画費付与の日数分とは別にじゃないんですよおということその日数分はむしろ時期指定付与の,その義務の、ねえー、対象から外されるんですよおということその義務から免除されるんだということを必ずイメージしておいてください。はい、ということで「えー、デーが誤りでした。 まあここもね去年の改正論点、えー、ですよあの去年の改正論点でも去年の改正論点でねあの意外とこう出題されたところは少ないのでこういうところをしっかり取っていただきたいかなと思います。はい、えー、っとこの問題はもう一問ぐらいいきますかねはい、えー、じゃあ次の E を見ていきましょうか。はい年中休暇の権利発 権利発生要件いわゆる8割以上出勤において、えー、月60時間を超える時間外労働にかかる割増賃金の代替休暇を取得して終日出勤しなかったその日は全労働日には含めない、えー、と、はい、分母から除かれるのに対し、はい、後半、えー、年中休暇を取得したその日については、はいえー、これ積極的にその出勤した扱い、えー、そういう日だと見なされると、はい、そうその通りなんですよね。 まあどちらもあの給料ありの休暇みたいな感じですけどねだいたい休暇も年中休,休暇もねはい。えー、でもそのおいわゆる8割以上出勤のね、えー、その算定においてはちょっと取り,取り扱いが異なるんだとはいいうことを知っておいてくださいいい、e、はその通り丸ですさあ,あ問い6は以上で終了あごめんなさい問い7ね問い7は以上で終了です